Hey guys, Silent Xiao here. Welcome back to another episode of Monster Hunter Stories 2. We are finally in Ruto Village and we are going to look for the Elder, who is just right here. Only Wyverns live in Ruto Village. Red was the first human. The hunters will be unable to follow us here. Come, let's tell Grandfather what happened on Hakolo Island. Oh. I thought I was speaking to the elder. Ojii-sama, shinpai o kakete gomen nasai. Hanashi wa Aruma kara kiita. Naze damatte Hakorojima e itta no da? Yakusoku shita kara. Dedo no kizuna ishi wa watashi ga Hakorojima e motte iku tte. Sono tame ni hitori de umi o watarareta to wa. Choro, Zerado-sama. Kono mono ga Hakorojima no raider desu. Sou, raider-san to Nabiru da. Yoroshiku na, jii-chan. Redo no mago ka. Tashika ni nite oru. Redo wa kono mura no onjin da. Tanomi ga aru to iu no nara kikou. Nani o nozomu? これをどこで手に入れた？守りデウスから託されました。それを持ってきたのか？はい、ハンターたちがこの子を狙っています。卵が孵化するまでで構いません。この村で守ってあげてほしいんです。チョロ、もしやその卵は？うん、ガラがこの子らをここへよこした理由がわかった。レドの孫とやら、伝承の儀を知っておるか？そうか、やはり儀式を受けることなくここまで来たのだな。であればライダーとはいえ、お前の能力がレドに及ぶものとは考えられぬ。卵が孵化したところで今のお前では絆を結ぶことはかなわぬだろう。え、君たちは破滅の翼の伝説を聞いたことはあるか？この世に災いと破滅もたらされし時、そこに破滅の翼を持つレウスの羽ばたきあり。かつてこの地にあった村は破滅の翼を持つレウスによって滅ぼされたと言い伝えられているのだ。まさかこの卵が？伝説にある卵とそっくり同じだ。そんな、冗談じゃないぜ。そんな話俺は信じないぞ。生まれる前から破滅をもたらすなんて決めつけて、そんなのあんまりじゃないか。なあ、君の言う通りだ。しかしこの世に生まれ出て破滅の力に目覚めることがあれば、責任を取らねばならぬのはライダーなのだ。お前にその覚悟があると言えるのか？ライダーさん、どのような運命を背負った卵であれ、守り育てるのはライダーの務め。まずはこの者が伝承の儀を受けるに値うものかどうかを見てみてはいかがでしょう。うん、レドの絆意志を持つ者としてどう成長するのか、しばらく様子を見ることにしよう。おじい様、心配ないぞライダーさん。おい、早く生まれてこいよ。They even set up a house for us. How's that for hospitality? Let's check it out. Cool. So I guess we can save in our home right now, even though the Catavan feline is technically at the entrance of this place. I don't know. It's nice to have multiple save points.
She changed clothes. さっきのおじい様の話、本当なのかな？大丈夫だってお嬢ちゃん。気にすることないぞ。それより伝承の儀を教えてもらわないとだ。ええ、そうね。伝承の儀を受けることはライダーとしての力を証明すること。レドの血を引くあなたなら、ここがあなたたちの部屋。レドも泊まったことがあるの。うっ、ここにライダーさんのじいちゃんもいたのか。ええ、レドはルトゥーに来た初めての人間。レドが来たことで私たちは救われた。そういや長老も言ってたな、恩人だって。その話はまた後で。今は旅の疲れを取って、疲れが取れたら厩舎にいるアルマのところへ行って。All right, so let's find Elwyn. Not that we need to use the home. Is he on the upper level? ここが厩舎だ。自由に使ってくれ。何かあったら声をかけてくれればいい。ああ、ありがとな。そうだ、この辺りでドーナツが食べられるとこはないか。ドーナツ、なんだそれは。知らないのか。超絶にうまいあの食べ物を。聞いたこともないな。油でカラッと揚げて、もっちりホクホク。甘くて輪っかになってて、食べた瞬間ほっぺが落ちそうになるんだ。ドーナツを知らないなんて。ドーナツるんだ。the pun works better in Japanese. 輪っかでほっぺがなぜ落ちそうになるんだ。え、じゃなくて、ドーナツを知らないなんて。ドーナツるんだ。That face. じゃなくて、ドーナツるんだ。うん、すまん。ダジャレに突っ込んでくだしゃれ。ポエナビロ。ダジャレ？なんだそれは。I bet the English speaking fans of this game won't get it either. 見ての通り、この村には竜人しか住んでいない。ライダーばかりが暮らしていて、最近まで外の世界を知らずに過ごしていたんだ。だから、知らないことが多くてな。それを言うなら、ライダーさんだって同じだぜ。島の外に出たことはなかったんだもんな。初めての旅か。気持ちも張り詰めていただろう。ゆっくり休むといい。Alright, now that we've spoken to Elwyn, come to the elder's house when you're done. He wishes to speak with you. So, I'm sure a lot of the Japanese fans will probably recognize Elwyn's voice. After all, he is a pretty popular seiyuか。森にパオウルムが現れてな。逃げる途中で傷を負ったものが出たのだ。パオウルムだって。おとなしくて可愛いモンスターじゃないか。なあ、普段人を襲うことはないんだが。おとなしくないパオウルムもいるんだな。いや、このような事態は初めてなんだ。そこで君たちに調査を頼みたい。ライダーとしての力量を見せてもらおうと思う。本当にこの子に頼むのですか？ライダーとして経験を積むのは本分というものでしょう。What was that? それにレドの絆意志がある。伝承の儀を受けるに値するものかどうか
ライダーとしての可能性を皆に示す好機かと思います。ゼラードの言う通りだ。ましてやレウスと絆を結ぼうというのなら、ライダー自らが力をつけていかねばならん。おう、俺たちに任せろ。ライダーさんの力を見せてやるぜ。お待ちください、長老。この子たちはライダーとして未熟です。未熟だって？ライダーさんはアンジャナフとだって戦ったんだぞ。そういう過信が一番危険なんだ。それもわからないとはやはり未熟だ。なに？村の警護は俺の役目です。長老、俺を。お前がいてくれれば安心だ。この子たちに同行してくれ。はい。協力者は一人でも多い方がいい。では支度を整えて森へ向かうように。俺とライダーさんだけで十分なんだけどな。まあ任せとけ。気をつけて。Alomu live amongst the tall lofty trees just a little ways beyond the village. Are you ready to go? Definitely. So I think because this game was promoted to have multiple riders participating in battle, that's why each section that you go to, you always have a new member added to your party. So earlier when we were first introduced to Ruto Village, I had to go and, you know, grind a bit on my own. It was pretty tough without a partner around. But still, nothing that difficult to, you know, unable to manage with, because if you guys are old RPG fans, potions and all this are a pretty common thing if you grind on your own. But of course, having a partner around, it makes things a lot easier and less costly. The Wyverians of Ruto look upon the Rattalos egg that you and Anna brought back with suspicion. For them, it is nothing but an ill omen. You must prove that you are capable of taking on the rite of channeling by heading into the forest where strange happenings have been reported. Alright, so let's head into the lofty trees. ここは古代のまま変わらずにある巨大樹だ。さまざまなモンスターが生息し、希少な虫たちもいる。最近ずいぶん数が減ってしまったけどな。この巨大樹にも異常事態が起きてるってことか？そうでなければいいが、レドがいた頃はもっとたくさんの種類の生き物が生息していたんだ。なあ、あんたもライダーさんのじいちゃんのことを知ってるんだよな？ああ。レドじいちゃんってどんな人だったんだ？教えてくれよ。一言では言えないな。小さい頃から知っているし、思い出もたくさんある。この村には昔から竜人しか住んでいない。中には人間が入ってくることをよく思わない者もいた。だがあいつはそんなことを気にも留めない様子で、マモリレウスと一緒にこの村に遊びに来ては村人たちと仲良くなっていったんだ。自由でおおらかで空の王者レウスのライダーにふさわしい、そんな男だった。さすがライダーさんのじいちゃんだな。あれ、じいちゃんの子供の頃を知ってるのに、なんであんたはじいちゃんじゃないんだ？人間と竜人は年を重ねる速度が違うからな。年を重ねる速度？ああ、成長する速さが違うんだ。そっか。ん？じゃあエナはいくつなんだ？もしかしてものすごい年上か？レドが現れた時、みんな口々に言っていた。竜人と人間は友達にはなれないと。どうしてだ？友として
一緒にいられる時間が少ないからだ。人間はあっという間に大人になってしまう。大人になって一緒に遊べなくなったら友達じゃいられないのか？だけどそれは間違いだった。出会った頃の昔も会えなくなってしまった今でも、俺にとってレドは大切な友達だ。だからお前たちを守る。何かあったらレドに顔向けできなくなるからな。それで俺たちについてきてくれたのか。風が騒いでいる。モンスターの気配だ。俺のヒゲは何も感じないぞ。風の音だけでわかるなんてすごいな、アルマ。これくらい俺たちには普通のことだ。それにレドは俺より耳が良かった。遠くの物音が聞こえるとかそういうことじゃない。あいつはモンスターの声を聞くことができたんだ。モンスターの声？こっちだ、ついてこい。All right, it's time to follow the scout flies again. Is this a catavan point? Oh, gotta talk to it. All right, let's pick up all the stuff that they want us to follow.Things. Okay, it seems like some battles can't be avoided. Oh wait, it's asking us to go backwards. Interesting. Scout flies are telling us to go deeper into the forest.Many resources around. Ooh! Is that a Kulopeko? Haven't seen one in a while. So many of them around. Oh my goodness. Oh, am I gonna evade this one? If I'm not wrong, I have to defeat it. Oh, apparently not. As long as he's not aware of me.Right, backwards. Oh, there's a chest here. More donuts. What? Oh, a rare den. Are we going in? No, apparently not. Okay, I'm gonna pop into the rare den for a moment.And I'll see you guys at the end of this trail. Alamu may look cute and fluffy, but they're super fierce when they're all riled up, or riled up, depends on how you pronounce it, but go hide somewhere it can reach you. Fighting a monster like this on the ground is just asking for trouble. Hey, we didn't come here just to watch from the sidelines. We can still fight, right?Okay, so I don't have a lot of experience fighting this monster. There were a few games where I kind of missed out on, especially like Double Cross and what else was there? I can't remember. I think there were only like one or two Monster Hunter games where I didn't really play. So, okay, let's see. From the looks of it, I think it's more of a speed type. I'm just gonna guess here. Oh, it's a tactical.Ooh, that's a lot of knockback.
Okay. Seems like the greatsword does quite a bit of damage, so let's go with greatsword still. Probably should change my monster. Oh, I managed to poison him. So yeah, if you guys notice, I'm actually wearing a charm that heals me after every action. So yes, it helps. It helps a lot. Alright, let's switch out with our power hitting Boudrome. So we can get that double combo. There we go. Hopefully you can break its heart. The snack pouch has inflated. What's it planning to do? Blinding it is one way of taking it out, but you need to consider how to deflate its neck pouch. Huh. Is there a reason why we have a a bow user in this team now? Are we not able to reach him? Okay, let's hit the neck pouch. Oh, it changed to a speed type. Done. Brute force won't cut it. You can use slashing, blunt, or piercing attacks. Think carefully about your options. Oh! Lost my heart! Oh no. Okay, so... since it's a speed type now... yeah, let's keep aiming for the neck. Naviru and his puns. Okay, hit the burst your bubble, Palumu. But what goes up must come down. It's gotta now brace yourself. Since it's on the ground now, it should be weak to power attacks again. Seems like the bow with the charge ability gets to attack twice in a turn. It's pretty neat. Alright, right on! Okay, so it's on the ground still, so let's continue using the attack. Now that I know your attack patterns, this is simple. Level 2, yo! It's still not weak yet. Oh. It's funny, like, the other weapon types are not in the game. Like Insect Glaive, Dual Blades. But it's pretty cool that the bow gets to attack twice like a Dual Blade. Ooh. Okay, so our kinship is at level 3, so let's do this. Thanks for the heal. That's it! Kinship finishing blow! indeed. Hey, S rank! Not bad for first time encounter. Yatta na, Raider-san! Kore de Densho no Gi ni ippo chikazuita zo! Anta no okage da, Aruma! Ore wa densetsu no Raider wo nabi shita densetsu no Airu da ga! Oshie kata wa anta no hou ga jouzu da na! Kore kara mo iroiro oshiete kuru yo na! Oshieru nante, ore ni wa muite inai. それにライダーとして大事なことを教わりたいなら一番の師はモンスターだ。モンスターは俺たちよりも自然のことを、自然の中でどう生き抜くかを知っている。モンスターの声を聞き、その言葉を理解することがライダーにとっては大事なんだ。
でもモンスターの言葉なんてよくわかんないぞ。理解したいならちゃんと耳を傾けることだ。耳を傾ける？焦ることはない。ライダーとして力をつけていけばそのうちわかるようになるさ。さあ長老に報告だ。村へ戻るぞ。おお、さあ行こうぜライダーさん。いらっしゃい。Thank you.
ありがとう。こんにちは。イエーイ。どうであったか。言ってた通りだ。よくわかんないけど荒れてたんだよな。でも大丈夫だ。パオウルムーは俺らで追い払ってきたぜ。よくやってくれた。だがまだライダーとしての力は未熟だ。この程度では卵の運命は背負えぬ。ぐにゃにゃ。だったら他に困っていることはないのか。それを解決して俺らが未熟者じゃないって証明してやるよな、ライダーさん。ハルツガイの岩山でモンスターの被害に遭う村人が増えている。そのモンスターは岩に擬態しているらしい。モンスターが岩に擬態だって？見たことがあるような。ないぞ。 Is it a Gravios? 村の者では確認ができなかった。その正体を明らかにしてもらいたい。俺も引き続き彼らに同行します。なあ、頼んだぞ。 Hopefully it's the tinier version of Basarios. Don't want to go against such aa big monster at the start of the game. Alright, so still deemed unsuitable for the rite of channeling, you now face a new challenge. You must head to Harzgai Rocky Hill. I have no idea how you're gonna pronounce that name. to track down a monster that has been causing havoc there. Alright, guys, so that's it for this
episode. It's been pretty calm so far for the second arc. We have gone against the fluffy Palaumu. I think that's how you pronounce his name. All the names in Monster Hunter is just ridiculously difficult to pronounce. So yeah, guys. Thank you guys so much as always for joining me another episode. Hopefully you guys are still enjoying the story of the game and of course the combat. Of course, let me know in the comment section down below. Maybe if I should be trying out certain tactics and all that kind of stuff. And I'll see you guys in the next episode soon. Bye!